さあ続きいきましょう。前回はダーマ神殿で転職しましてですね、はい、コナンベリーまで歩いてきて、現在こういう感じ、レベル6までね、上がりました。で道中でオルゴーが、レベル20到達したので、ダーマ神殿に行って僧侶にしてきたばっかって感じですね。レベル1、はい。で敵と戦ってみた感じなんですけど、今これ低レベルなんですが、そこそこ戦える、うん、やっぱ強くなってますね。はい、なかなかいい感じ。もしかして現段階でもちょっと船旅できるんじゃないかなという気はしてます。1バトル2バトルぐらいだったらできるのかなっていう感じ。はい、であとは道中で拾った鬼小僧の服、これを、はい、ホイミンに装備させました。装備できたのでね、はい、まあ、何も装備しないよりだったらマシだろうということで装備させました。これでちょっと戦えるかなっていう感じなんですけど、とりあえずどうしようか。メダル王の城行って、こっからガーデンブルグを目指していく。このね、山に囲まれてるところだと思うんだよな。とはいえ、以前と同じでスクルと連打の戦いにはなると思いますが、あーきついな。向こうもスクルと打ってきやがった。オルゴ防御かな。ホイミ打っときますか。もう一回スクルと、あーちょっと徹底してそこ狙ってくるもんな。徹底して、いや、とりあえずザオラルあるから生き返らせたいんだけど、こいつ倒してからだな。ザオラルってなんぼ、わ、銃持ってかれんのか。どうだろう。あ、生き返った、生き返った。オッケー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 。でも2ってか、2って厳しいな。そういう意味でも一回スクルとか、これよっしゃ、オッケー。まあ、ちょっと待って、なんでそこ狙ってくんだよ。もう徹底してそこ狙ってくんな。レベル上げたいんだけど。で本来のね、本来っていうか、まあ、従来のドラクエだとレベル1だともうスカスカレベル上がっていく印象があるんだけど、やっぱこの作品はちょっと違って、あんまりこう連続でレベルが上がらないっていう感じですかね。今もね、レベル1上がったけど、2、3、4、5ってこう一気に上がっていかないので、まあじっくり行くしかないのかなっていう感じ。とりあえずはだな、とりあえずはこんな感じだな。これでしょ、この山に囲まれてる、これがガーデンブル、あの城だ。あの城、ちょっとこれ、もう降りちゃうか、降りちゃおう、降りちゃおう。西に行くと、どうたらこうたらってたけど、トロールとかこれやべんじゃねえの、これ。これやべんじゃねえの。お金持ってかれるの嫌だなぁ。スクルト。あーやべえし、混乱もだし、これは、これはまずいぞ。混乱から行った方がいいよなぁ。わあ、スクープ一発入れてもこれかい。オッケーオッケー。まあ、なんとか、なんとかだよな、なんとか。あ、そうそう、特技もね、なんか覚えたんですよ。トロールは相変わらず、ちょっと強いな。火力が半端ない。そう、気合を貯める、これね。これと、力を貯める。覚えます。あ、ちょっと力を貯める前から覚えてたか。そうだな、前から覚えてたな。そしてこの辺も覚えたんだよ。メラとキャド、これキャドとかちょっと使ってみたいよね。キャド、あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいけど MP なもうなくなるわ。オルゴーが作ると覚えるまでだな。そこさえ覚えてくれれば、あれだよね。これ
れでしょ？違うか？これ違うな。ガーデンブルクじゃないんじゃない？こんなんだったっけか。いや、じゃあこんなんだった気がしないでもないな。ちょっと待て。なんかやべえのいるぞ。ベホイミスライム。これ、泥沼化する予感がするな。泥沼化する予感がする。ベホイミ。ああ、やっぱ向こう、あれだね、スピード向こうの方上だわ。もう一回だな、これ。いやー、勝てんのか、これ。おうよ。いや、やっぱホイミ狙ってきてるな。そう、弱いとこ狙ってくんな、やっぱり。弱ってるところ。主人公は死なせるわけにいかないから。オッケー。ここの、このワンバトル乗り切って、なんとかお城までたどり着けないかな。無理かな。よし。食らいやがれ。やっぱね、主人公強いっすね。爪、装備もそうだけど、武道家は強い。たまにクリティカル出るしね。素早さも高いし。攻撃力も、まあ、戦士ほどじゃないけど、結構ね、強いっすね。オッケー、レベル上がった。マホトン、リレミト、オッケー。いやー、これ無理っしょ、つかないよね。薬草を使っていくか。せっかく、買い込んだんだけど。これ、なんだったっけなぁ。あ、メタパイ、まあ、でも、ダメージきつそうだよなぁ。すると、待て、ギラ行こう。ギラ、メラ。オッケー。あー、つえ。虫けらごときに、俺が、負けるわけにはいかない。よし。ここ勝てば、うわー、ここ勝てばさ、お城たどり着けんじゃねえの？城たどり着けんじゃねえのか？うわぁ、さぁ。オッケー、なんとかここはやり過ごしたけど。いやぁ、無理かなぁ。無理かなぁ。もうワンバトル、行くかなぁ。あ、いける。よし、だぞ。これで、ここがガーデンブルクだな。いやー、これ、とんでもねえな、ほんとに。たどり、トロールとかやばくないっすか？このガーデンブルクに女性、防具が売ってると聞いたの。もしその話が本当なら大量に仕入れて、人儲けできるわ。女性装備。そういえばなんか、そんなこと言ってたな。宿屋かな？宿屋と、あー、安い！これは救いのね、宿屋ですよ、これ。まあこれ、スフィーダの一番最初のね、町だから、まあ装備品はそんな強くないっていうことなんだろうけどね。とりあえず休むか。まあでもここで修行し、この辺で修行したらさ、結構強くなりそうな気がするよな。OK、スフィーダレベル8にしてもね、HP3 桁突破。ラミアス君もね、次レベル上がればなんか、3桁いきそうな気がするね。いいんじゃないですかね。さて、じゃあ女王様のとこちょっと行って、挨拶してこようか。ようこそいらっしゃいました。女ばかりの国でつまらないでしょうが、ゆっくりしていってくださいね。いや、もうつまらないなんてことねえからね。女性ばっかりでさ、もう嬉しい限りだよ、これ。ガーデンブルグに天空装備があるんじゃないのかっていう話でなんかここまで来たんだったっけか何しに来たんだったっけ
なんかそういう感じだったよね。天空装備欲しいです。女王様。くれないかな？なんか要はあれでしょ、船で逃げて天空装備集めろよっつことなんだと思うんだよな。何か天空装備に関して言ってる人いないかな。あんま変わってないな。スフィーダの章ね、スフィーダチャプターからあんま変わってない感じがするね。さあ、バトランドに帰るのですね。寂しくなりますわ。いや、もう帰ったんじゃねえっか確か。まあ、言っちゃいいんだけど。とりあえず、イムルバトランドも行ってみたいっすよね。主人公ねえな。いや、いけんのかって話だよね、そもそも。敵強いからさ、いけんのかって話ではある。まあ、でもチャレンジしてみますか。そうだね。だから全然モンスター仲間ならんのよ。どうしたんかね。全然仲間ならん。だな。ちょっと待て。ギラで全体攻撃入れとくか。ギラ。スクルト。体当たりちょっと強い。強い。もう普通の殴り攻撃が普通に強い。くそー。いやー、スフィーでやられてしまってるわ、これもう。いやー、もう一発スクルトだな。こんな戦い方したら本当にあっという間に MP 持っていかれちゃう。くそー、強い、強すぎる。ギラ、あのフレームドックね、効かないけど、周りの、うわあ、こういう意味でいいんじゃねえか。オッケーオッケー。ああ、ベホイに持っていかれちゃってんだ。行くぜ。よしよし。ラミアスの火力が素晴らしいね。スフィーダより上なんじゃないか、現段階で。そうでもない、そうでもないかな。そうでも、でも近いぐらいのはね、火力はあるよね。あー、200だって美味しいな。バギー、オッケー。ラリホールからマヌーサ、オッケーオッケー。いいと思います。うん、着々、まあゆっくりではあるけど、まあ着実に強化はされてるよね。強くはなってってる。いろんな特技覚えるようになって強化はされてる。うわー、トロルちゃんが来た。もうボーだこれ。もういや、厳しいなこれ。敵強いわ。新しいゾーンに行ったら一気に敵が強くなるって感じだよね。もう一度スクルトだ。スクルトかけながらザコと戦うっていうさ、この状況なかなかなもんだよねこれ。いまだかつてこんなドラクエはね、ちょっとね、体験したことないっすね。オッケー。いや、でも絶対この厳しい状況一つなんか乗り越えればね、一気にこう楽になったりとかするからさ、そこに期待したい。その状況にちょっとね、あやかれればって感じが。スカラ作るときてほしいな。まあスカラでもいいけど、
これ西に行けばイムルがあるんでしょ。うわー、アリンコ来たな。マホトン。じゃあマホトン、メタパに打ってくるから、マホトン。マホトン。マヌーサ、ラリホー打ってみるか。ダメだな。一体じゃダメだな。マヌーサ、マヌーサ。メタパにくっさ。あ、オッケーオッケーオッケー。めっちゃ効くわ。先手取れれば、まあ、いいかもって感じか。先手取れれば。なるほど。ホイミ。いやいや、マヌーサ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って。マヌーサ入ってんだけどな。入ってんだけど。結構、食らうね。いや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 、マヌーサ入ってんだけどな。入ってますよ。入ってますよ。入ってますよ。こっちがマヌーサくれば全く入らなくなるんだけど、やっぱ敵のマヌーサってのはまあこのぐらいのもんなのかな。まあ、ああ、しばらく来た。真空切り。体感でこっちがマヌーサを受ければ3回に1回入ればいい方かな、みたいな感じはするけど。向こうは2回に1回とかなんかそんな感じなんかな。実際見たい敵いるうち、あれだもんね。一体はさ、結構入ってたからね。オッケー、着いた。イムロ、よし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 。オッケー。なんとかたどり着きましたけど、ここも、こことて、特にどうこうって感じじゃないっすよね。あー、無料回復、オッケー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 。結構無料回復くれてるわ。ありがたい。ありがとう。持つべきものは友だな。よーし。フルイド、あー、フルイド行ってみればいいのかな。フルイドもさ、結構敵強かった記憶あるよ。まあもしかしたらそのフルイドに天空装備が眠ってる可能性もあるからね。あるからな。どうですか、いけますかね。あ、でもホイミンやっぱ魔法使いだけあって MP の伸びがさ結構いいっすね。ラミアス武道家の割に MP 伸びてる気がするけどな。オッケー、じゃあフルイド挑戦してみよう。ちょっとね、敵強いけど、どの辺だったっけ、どの辺だったっけか。あれ違う、この辺だったよな。しびれダンビラ、絶対やばい、絶対やばいよこれ、絶対やばい。麻痺で全滅みたいなさ。いやー、強いな、強い。ちょっともう一回作るとかこれ。あ、オッケー、2回。あー、でもそうでもねえな。スフィーダに飛べばあれか、ダメージ落ちんのか。スフィーダが一番硬いだろうから、そういうことね、そういうことなんでしょうね、多分ね。オッケー、ラリホー、この辺、あれ、あ、これか。ちょっと待って、麻痺ってワンバトルで治らんのか。これ歩いてれば治るとかではない。いやー、やばいっしょこれは。バギマとかだもんね。ちょっと待って、いやー、金持ってかれる、やばい、金持ってかれる、くっそー金持ってかれたー。うわぁ、2400持ってたのか。くそー、2400持ってたのか。だったらなんか装備、いい装備買っときゃよかったかな。ちくしょう、なかなか
大変だなこれ。あ、ザオラル一発で聞こえたね。いやー、なんでこれ足引きずってるような感じで歩いてんだこれ。イムルまで行ったけど、どうなのよって話だよね。でもさ、確かね、サントハイムのね、王様がそのガーデンブルグになんかある的なことなんか言ってたような気もしたけど、あれ違ったっけ？ガーデンブルグに詳しい資料があるはず。あー、資料、あの本棚のとこかな。かもしれんな。かもしれん。まあちょっと忘れないうちやでやと思っとくか。もっともっと修行しなきゃダメだな、これな。海だな、今のところのベストの修行場所は。海。海ですわ。この本棚じゃない？資料って言ってたけど。魔王誕生、いらない。八人の勇者、いらない。読んだ。これもまあ全部読んだよね。天空の装備、これ、はい。サントハイム、バトランド、モンバー、バラレイクナバにそれぞれ持ち帰られた。あー。バトランド、モンバー、バラレイクナバ。レイクナバにもあるのか。レイクナバにあんの？あ、でも、現時点であるとはいうのはまた別か。持ち帰られたって話だからね。あ、それだけ？それだけ？サントハイムには天空の剣があったから。あ、これそれぞれ、天空の盾がバトランド、天空の鎧がモンバーバラってことなんかな。天空の兜がレイクナバなんでしょうか。レイクナバに行ったとて得意なのか、状況変わったかったら、そうでもなかった気がしたけど、バトランド行くの？あのイムルから、イムルからなんかして行くの？ちょっと厳しくねえすか？ちょっと厳しくねえすかっていうね。待ってくれ。一回、レイクナバ飛んでみるけど、なんかあったか？どこってあったかな？ポポロじいさんなんか知らねえかね？あ、ホイミンと友達になったんだね。じゃあこれからいつでも遊べるね。まあ、そんなでもないんだけどな。うちの馬はとても力持ちでね、馬車ぐらいなら平気で引っ張るよ。気性が荒い。あー、なるほど。ここの馬、この馬連れていくのか。ヒヒーン。いいね。国王号だね。まあ、白いけど国王号。ちょっとじいさん、ポポロじいさん、あれいない。下か。でもな、ダメだよな。ポポロじいさん話しかけても多分仲間どうしますかぐらいの話だよね。あ、来た。天空の鎧を持っていないかじゃと？よく知っておるな。確かにわしが持っておるぞ。しかし、どうしたのじゃ、急に。いや、くれ。なるほどの。そういうことなら譲ってもよいぞ。ただし条件付きじゃがの。そこのモンスターと戦って勝てば譲ってやろう。こいつに勝てないようなものが魔王を倒せるわけがない。いや、強いのかな。その程度の強さのものには出せんということじゃ。よし、行こう。ふむ、では準備はいいか？早速行くぞい。やいやい、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。聞いてないよだよね、これ。べきらまとかふざけんじゃないわよだよ、これ。ふざけんじゃないわよ。まあ一応殴って。まあ、ほとんどが効くかな。ラリフォーとか効くかな。ベキ玉。
聞かないよね。あ、聞かないか。聞かないよな。足払いとか聞くか。待て待て待て。大切だ。まあ、ほえみだな。地道に回復しながら戦うしかないか。うわー、つえー。ちょっとまだ無理だな、これな。ちょっとまだ無理だ。現段階では、ちょっとこの順番じゃないんだろうね。まあ、レベル低いっていうのもあるけど、もっともっと修行してから挑まなきゃダメだわ。はい。はい、はい。我がこれで天狗の、よりをやらんの出直してくることじゃない。はい。うわぁ、ちょっと待って。ちょっとひどくねえすか、これ。イベントバトル的なさ、ちょっと、感じでさ。ちょっと、ちょっと、ちょっとだよね、これ。いや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 。まあ、ザオラル覚えてるからいいんだけどさ。違う違う違う。ザオラル覚えたことによって、この出費はだいぶ抑えられるようになったよな。いや、しかし、キングレオとんでもなかったな。レベル20何歩とか必要なんかね、装備も万全で、もっと職業も転職重ねてとか、そこまでいかないと無理なんかな。移動中はこれ、あれか、ザオラル 100% で生き返るのかな。ってなると順番的にはやっぱバトランドになるのか、それとも他の町ちょっと巡って修行しながらね、町船旅で町巡っていろんな町回って装備品整えてとかそういう感じなのかな。ルーラー登録しといてとか、なんかその感じなのかね。いや、なんかそっちの方がなんか、いや、まず馬車だよな、馬車。ちょっとさ、仲間ならんのかね、この辺で。弱い敵とかさ、ちょっとなんか、仲間ならんのかな。いやー、セバス連れて行きたいのよ。ちょっとプテラノドンとか、これ仲間ならんの。いや、無理かな。でもいいだけ戦ったよな、この辺もな。無理か。もう一体スライム仲間になるとかないかな。ないか。ちょっとな、いや、ないよな。あれかな、オルゴでとどめささないとダメとか、なんかな。そういう感じか。いやー、いや、そうとも言えないと思うけどな。わからん。まず馬車欲しいよね。馬車欲しい。やりたいこといろいろあるんだけど、何はともあれまず馬車だよな。この辺の弱い敵、仲間ならんのかね。スラリンがもう一体いるから、スラリムは仲間ならんのかな。スライム、だから、スライムとホイミスライムは仲間ならんとか、なんかそんな感じなんかな。コドラは仲間になるってのは分かったけど、同じ種類、同じ種族で何体まで仲間できるのかっていうのもちょっとあるよね。そういう、もしかして各種族一体ずつっていう縛りがあるんだったら、ちょいと厳しいかな。って感じだな、ちょっとな。なんともむずいね。どうしたらいいんだろうか。まず何からやったらいいんだろうか。
ちょっとやりたいこといろいろあるんだけど、どれもこれもハードルが一つこう高いんだよね。新しい地域に行こうとすると敵がめっちゃ強い。まあそれだよね。いや馬車が欲しいけど、ちょっとモンスター仲間ならないみたいな、なんかあれもこれもどれもそれもみたいな、なかなかちょっと大変だなこれ。あ、そうだ、ちょっともう一回さ、ちょっと行ってみたいとこあんだわ。イムルじゃないけど、まあイムル、あ、船、そう、船乗ってこのルートでこう行けば意外とやれんじゃねえか。陸路の敵は結構強いけど、海の敵はまあちょっと戦えるからね。っていうのと、ガーデンブルックの近くにですね、なんか祠あったんだよな。祠、あれなんか船でないといけないみたいな感じだったから、ちょっとその辺もね気にはなってんですよ。ただやっぱまだ大変だな、この海のね、バトルは大変だなこれ。なかなか大変だわ。うわー強いな。30なんぼってさ、ちょっとつらいな。なんぼって、よし、オッケー。いずれにせよ何バトルもできないな。連戦はできないっすよね。あー、オッケー、レベルいいよ。あー、いいよとかありがたい。全体攻撃でしょ、これはありがたいっすね。あー、なんか入れねえわ。カニ男が、まあいやらしいね。魔法トーンで封じてしまうか。いいよ。オッケー、ナイス。オッケーオッケー、いいね、いいよ、強い。魔法トーン、いいね。よーし、いいよ、いいね。レベル上げなんかにはすごくいいと思う。まあレベル上げあんまやりたくないけどね。あんまやりたくないけど。オルゴーじゃねえや。ホイミンもルーラー覚えたから、ルーラーリレミと覚えたから、オッケーオッケー。移動手段がね、たくさんの方が覚えてくれれば。わあ、ここ入れねえんだ。この洞窟、レイクナバの洞窟だったっけか。あー、そうだな。一周してきた感じか。レイクナバついちゃったな。あー、バトランドに行きたいのよ。一回区切りますか、この辺で。ガーデンブルーク、プレミアムバザー。そう、ガーデンブルークの近くにね、あったんだよ、ホコラが。あれ、どうやっていくのかな。ガーデンブルグに飛んできて船がどこにあるかっていうとこが大事だと思うんだけど、どうですかね。ちょっと一回歩いてみて、下から回ってこれるのかな、どうなんかな。この川の、このルートをちょっと辿っていきたいっすね。いやー、敵強いからな、このね、バギ、魔法トーン。魔法トーン。いいよ。あ、でも、まあまあ、いやー、そうでもねえな。そうでもないな。でも、いいよあれば、結構楽かもしれん。ワンバトルで一回イオ使う。まあ、スクルト使うかイオ使うかみたいな、ところではあるけどな。ナイス！いいね、クリティカル。
やっぱ武道家はこれよ。これはクリティカルですよ。この川のルートをちょっと辿っていきたいよね。走りトカゲ、まあ、純粋に単純にレベル上げをしろってことなんか、これどうなんだろう。あー強い強いな。間に合うかな。あーオッケーオッケー、ありがてー、クリティカルありがたい、ほんとありがたい。まあでもこんなもんか。一回さ、ちょっと千人とこ行こう。まだちょっとだけなんか覚えながら、なんか、ミックス系の技覚えるかもしれない。まあまだまだだろうけどね。もっともっと、技極めていかないとダメなんだろうけど、まあダメ元でちょっと一回行ってみよう。いやーなかなか辛いなこの作品、なかなか辛いよ。はいお願い。ダメか、え覚えれるか見てやろう。あいないってことか、該当なしってことか、そういうことか。あれなんか反応ないな。誰とか選ぶとかなんかなかったっけか、ないか。該当しないってことか。それともあれかな、職やめないとそのミックス系の技を覚えないのかな。その可能性もあるかもしれない。あれじゃあこっち来たことない。邪悪な力で封印されている。怖いな。なんかやだな。そういうの。やめてよ。怖いよ。オッケー、じゃあ一旦ここで区切りますか。ダーマ神殿。ちょっとね、あれもこれも、やりたいこといっぱいあるんだけど、ちょっとさ、ちょっとハードル高いんだよ。まあ、どうすかな。次は、頑張ってイムルからバトランド目指して、ちょっと挑戦してみようか。頑張って、バトランドまで。大した距離ではないと思ったからね。イムルまでは、イムルからバトランドまでは。だからちょっと頑張ってみたいと思います。ダメだったら、レベル上げか。馬車もまだまだね、ちょっとね、手に入れなさそうだからね。まあ今できることすらバトランド目指すことぐらいしかできないから、次回バトランド目指して頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。